孫連中は、中華民国の軍人。中華民国陸軍に急上昇。北京政府、国民軍、国民政府に属した。兵玉将配下の、十三王の保つの一人としても、知られる。字は、放露、不能の家庭に生まれる。最初は、学問を志したが、新末の政治変動に伴い、学問を捨てて軍人への道を進む。 中華民国が成立してから、兵玉賞率いる第16混成旅に加入し、軍港を挙げて順調に昇進を重ねた。1924年10月の北京政変後に国民軍が成立すると、孫連中は国民軍第1砲兵旅旅長に任命される。間もなく騎兵、第2支市長に昇進した。孫連中率いる部隊は、 精鋭と名高い国民軍の中でも優秀な部隊とされ、軍旗も厳正であった。その後の北方各派との戦いでも、孫連中は前線している。五元受け史を経て、兵玉将が中国国民党に加入すると、孫連中も国民革命軍の一員として、北伐を戦い、直霊派、方天派の軍を破った。1928年9月、 青海省が国民党中央により設置されると、孫連中が初代青海省政府主席に任命された。孫連中の就任期間は極めて短かったが、それでも内政にその手腕を発揮している。現地の海賊柱との複雑な民族問題をよく調整し、経済建設の端緒も築いた。1929年8月、甘粛省政府主席に転任した。 その後、氷玉将らが、紹介席に挑戦すると、孫連中もこれに従い、1930年の中原大戦にも参戦した。敗北後は、紹介席による軍事再編を受け入れ、第26祖事軍葬式に任命された。1931年から1934年にかけて、中国共産党討伐の戦いに参戦している。 孫連中別陰1937年、日中戦争が勃発すると、孫連中は、第二集団軍副総司令兼第一軍団、司令として参戦し、さらに、日本軍を恐れて逃亡した、総司令隆二に代わって、総司令に昇進した。民国27年の第1孫戦役では、第5戦区の理想認識下に入り、板垣聖四郎を率いる。 第五師団や磯谷連介率いる第十師団などを相手に戦う。孫連中は優先して大きな戦果を上げ、第六十軍軍長の露館と共に紹介席の賞賛を受けた。その後も日本軍を相手に前線し、1945年7月には第十一戦区司令長官に昇進した。日中戦争終結後に北平天津地区で、 日本軍の幸福受諾事務を担当している。戦後の国民政府中央は、腐敗が甚だしく、また、孫連中のような非中央系軍人とその部隊には、差別待遇を加えたため、孫連中は、怒りと不満を覚えた。それでも、国境内戦では、共産党軍を相手に戦ったが、日中戦争時の損害の甚大さなどもあって、苦境が続く。 1947年、孫連中は自ら辞任し、翌年、首都英樹司令に転任した。1949年3月、台湾へ逃れた。以後、総統府戦略顧問、総統府国策顧問、国民党中央評議委員、国民党中央規律委員会委員などを歴任している。1990年8月14日、孫連中は、 台北市で病没した、享年98、ありがとうございます。